こんにちは、Pさんです。ここのところね、出張増えてるんですけど、気づいたことがあって、ちょっとつなぎの問題で JAL を使ったんですよね、今回ね。いつもね ANA ばっかり、全日空ばっか使ってたんですけども、 JAL 久々かな、結構ね久々に使ったんですけど、やっぱり飛行機会社によっても乗り方とかね、便利さがちょっと違くて、僕は ANA に慣れてるからかもしれないんですけど、ちょっとね JAL 戸惑いましたが、いや便利になりましたね。ということで、今日もよろしくお願いします。まずは岡ポンさんからメッセージいただいております。13日の土曜日は2週連続の島根入りだったよと。お、遠征ですか。今回は八田太郎くん、もちちゃんのライブでした。もち、お餅のことかな。2人のファンの人の企画ライブの2回目の開催でした。太郎くんはもちろん、もちちゃんも5、6年前から聞いてたんで、あ、結構長いですね活動歴。このツーマンはめちゃくちゃテンション上がるわ。太郎くんは誕生日3日後でアーティスト活動、これすごいよ、16年を振り返った曲。16年ってあれかな、生きてる時間の半分ぐらいじゃないかな。もちちゃんは最近激しい歌詞なのに、優しさが溢れる声がいいなって感じ。しばらくライブはお預けな時期だけど、次のライブまで頑張りましょう、ということでね、岡ポンさんでしたけども、ライブでね、活力を注入した感めちゃくちゃありますね。さて次のメッセージが白鳥愛子さんですね。どうもこんにちは。4月28日日曜日にボーリング大会がありますと。あ、ってことは、放送日の次の週かな。田本直弘で応援歌が聞きたいですということでね、白鳥愛子さんがねボーリング大会に参加するということで、これはあれですか、優勝賞品とか何か出るやつですかね。ぜひ僕もね応援したいと思いますので、今日はね応援ソング縛りにしましょうかね。はい、ということでまとめて聞いていただきたいなと思います。1曲目は田本直弘でライバル、2曲目がノーリミッツ、3曲目が地道、そして4曲目は藤本宝でフェザー、5曲目がディスタンス、そして、6曲目がエクシードです。まとめてどうぞ。S曲 N 曲理解できない。
もっと早く、一番早く。求めてた未来地図、ワクワクとドキドキ詰め込んで、どんな道でもどんな海でも信じて前を見て共に行こうぜ。自分の胸に問いかけて、偽物じゃない夢に向かってさ飛び込め。 Go, go, go! 水を切って泳ぐイルカみたいに、早くもっと早く、一番早く。
「
道を僕らは歩く。決められた道はないけれど、誰かが歩いた続きの先が行き止まりだらけだとしても、僕が歩いた距離は今もまた続いてく。地図に乗らない一つの夢繋がっていく。届けこの想い、目指すその先に思い描いてた求める答え、たとえなくても踏み出す恐怖に立ち止まる時、した何かを捨てる時、新たに手にしたもの今もまた選んでく。大切なもの抱えながら飛び越えてく。届けこの想い、目指すその先に歩いた距離は今もまた続いてく。地図に乗らない一つの夢繋がっていく。届けこの想い、走る足音と流した涙と重なる時に、握りしめてるその手、開
く瞬間、何か大切なものを掴むことができる。たとえくじけそうになっても、走り出す勇気、スタート体に伝わるこの鼓動、振り抜くその腕、加速していく限りなく果てしない道、止まらない橋、はい、聞いていただきました。今日はね、応援ソング縛りということで、1曲目田本直弘でライバル、2曲目 No Limits、 3曲目地道、そして4曲目からは藤本宝でフェザー、そして5曲目ディスタンス、6曲目エクシードとつなげてみました。皆さんね、暖かくなってね、外に出ることも多いと思います。やっぱり外に出ることによって、まあ、太陽も浴びてね、ライブとかにも行って、いい空気を吸ってね、新しいことだったりね、チャレンジしたいこと、今までやってきたことを継続することでもいいと思いますよ。継続はね、力ですからね。はい、いろいろと楽しく前向きにね、やっていきましょう。前向きな気持ちさえあれば、基本的にはね、何でもできるし、何でも乗り越えることができるなと思います。もしね、何か悩んだら、ぜひね、このラジオ番組、コメントの方よろしくお願いします。こちら、YouTube の P さんチャンネルの方にラジオアーカイブ載っけておりますので、ぜひコメントの方お待ちしております。ということで、P さんでした。それでは皆さん、また来週。